ヨハン・アブラハム・ペーター・シュルツはドイツの作曲家。今日ではマテアス・クラウディウスの詩、月は登った絵の曲付けや、クリスマス・キャロル、子供たち、おいで、今年もまたの作曲者として特に知られている。シュルツは1757年から1759年まで、ミハエリス学校、1759年から1764年まではヨハンネウム・リューネブルクに通った。 1765年、彼はベルリンの作曲家、ヨハン・フィリップ・キルンベルガーの門弟となった。彼は1776年から1780年までベルリンのフランス劇場で指揮者を務め、1780年から1787年まではラインスベルクにおいてハイン・リヒ王子付きのカッペルマイスターを務めた。シュルツはその後コペンハーゲンへ移り、 1787年から1795年まで、宮廷、カペルマイスターを務めたアートベルリンへと戻った。シュルツは、オペラ作品、劇音楽、オラトリオ、カンタータ、および、ピアノ商品や民族音楽などを作曲した。さらに、彼は、ヨハンゲオルク・スルツァーの著書、美しい芸術の一般理論において、4巻文に及ぶ音楽理論の記事を執筆している。 ありがとうございます。